あ、やっとつながった。もしもし、お兄ちゃん、聞こえる？安心して。私とフェアリーがお兄ちゃんを全力で守るから、依頼人と思う存分話してきて。それと、羊飼いからの暗号も忘れずにね。ファイヤーサンダーだよ。ファイヤーサンダー、あなたは約束の時間に2分55秒もの遅刻をした。防衛軍においてこれは見過ごすことのできない規律違反に当たるわ。また処罰として腕立て伏せ175回、あるいは片手腕立て伏せ 87.5 回が課せられることになる。 0.5 回の片手腕立て伏せか。お手本を見せてくれないかい？もう一つ、そのような浅はかな質問をした者には処罰を倍にする決まりがあるのだけど、民間人の行動や言動を正すのは私の責務ではないし、ましてや今回の目的でもない。羊飼いが推薦したプロ騎士ね。まず初めに同意して。この会話が終わったら、私たちがここで会ったことを含む全てはなかったことになる。それだけ重要な機密に関わるの。いい。私は防衛軍オブシディアン大隊所属11号。あなたの情報は全て羊飼いから把握しているけど、私が示すことのできる誠意はこのコードネームだけよ。コードネームって、そんなので誠意を示したことになるわけ？絶対なんか名前があるよね。当ててみよっか。ルーシー？マリー？合わせてルシマリ？まるで旧文明のウエスタン映画のようなネーミングセンスですね。これがあなたの渾身のユーモアですか、助手2号。静かに、依頼人が話すよ。羊飼いによれば、あなたは南部出身の放浪者で、並々ならぬ手腕を持っている。にもかかわらず、この都市には定住していない。かつてはクリムゾンアイズハーミットとしてプロ騎士業界では知られた名だったようね。クリムゾンアイズハーミット、懐かしい名前だ。旧文明のアニメじゃあるまいし。クリムゾン？何？手短に言うわ。私の依頼は至ってシンプル。裏切り者探しよ。最近防衛軍にスパイが紛れていることが発覚した。正体はここ一帯の反乱軍勢力から送り込まれた工作員。当の本人は正体がバレていることに未だ気づいていない。私の上官はそれを逆手に取ってスパイを反乱軍の支部まで泳がせ一網打尽にするつもりよ。私はこの計画の執行者として防衛軍を裏切るふりをして目標のスパイと接触するよう命じられた。計画はおおむね順調に進んでいるわ。ただかなり下手に出ているにもかかわらず、目標は私を完全には信頼していない。とはいえいくらか収穫はあって、目標がとある名だたるプロ騎士を崇拝しているという情報が入手できたの。そのプロ騎士の協力を得られたと偽ることができれば、彼は直ちに私を上層部に取り継いでくれるでしょう。あなたにはそのプロ騎士に扮してスパイの指示を遂行する手伝いをしてもらう。これが今回の依頼内容よ。できるかしら、スカーレットライズテルミット。僕は誰に扮すればいいんだ？その人って業界で何か称号とか持ってないか？そのプロ騎士の大層な名前は民間人に疎い私でさえ知っているわ。パエトーンよ。あらら、面倒なことになっちゃったね。
パエトーンに偽装する。間違いなくパエトーンにとって前例のない依頼です。あらゆる検索エンジンで自分を偽るを検索中。マッチ度の高い3件を提示。戸籍偽装、カモフラージュ、死んだふり。わあ、助かったよフェアリー。あんたのいない生活なんて考えらんないや。大丈夫？カーマイン・アイスハーメル、ずいぶん戸惑っている様子だけど。僕のことを心配する前にちゃんと名前を覚えてほしいな。かの有名なパエトーンを演じるにあたってプレッシャーを感じるのも無理はない。羊飼いは情報屋としての名誉をかけてあなたを推薦した。よって私は信じる。あなたは私や新エリート防衛軍、いえ新エリート全ての期待を背負っていると言っても過言ではない。だから肩の力を抜いて。それで肩の力が抜けると思ってるわけ？あなたたちプロ棋士の業界のルールにのっとり、依頼の詳細を暗号化してインターネットという名のフォーラムに投稿した。詳細を確認した後でも覚悟が鈍らなければ引き受けて。また連絡するわ。お疲れ様、お兄ちゃん。あの11号って依頼人、ここがお兄ちゃんの家だって気づかなかったね。まさか新エリート防衛軍から依頼が来るなんて。しかも裏切り者探しってトップシークレットじゃん。きっとリスクも大きいよね。どうしよう、この依頼を受けるべきかな。いっそ断って羊飼いのことは自分で何とかしてもらう。この依頼をこなせば防衛軍の人間に貸しを作れる。そうした人脈はいつか役に立ってくれるかもしれないからね。うん、それもそうだね。依頼はもうインターネットに登録されてるよ。決心がついたら詳細を確認してね。あなた様のために。いつでも出撃か。ジャトヤにかかれば万事解決。5秒後に標的のスパイがログインする。彼のことは便宜上モグラさんと呼んでいるわ。そのつもりで5、4、3、2。モグラさん、パエトーンを連れてまいりました。近くにいるのでしたら直接会って話しませんか。速やかに行動を開始しましょう。一刻も早く防衛軍から逃れ、貴殿からいただいた報酬でスグリの生い茂る農園を買いたいのです。そこで犬のメイドとのんびり余生を送ることができれば他には何もいりません。犬のメイド？先ほどから一言も発していませんが、どうかしましたか？パエトーンに憧れていると伺っていましたが。甘く見られたものだ。リモート通信で適切な比喩かはさておき、そちらからは陰謀の匂いがプンプンする。この年で
棚からボタ餅なんてことはありえない。ましてやそれが鏡餅とくればなおさらだ。デビューから今に至るまで数々の偉業を成し遂げた伝説のプロ騎士パエトーンが、新規な軍隊気取りの資料を盗む任務のためにわざわざ俺のような卑しい日陰者と手を組むはずがない。新規な軍隊気取り。嘘はついてない。もし僕がパエトーンを語っていたら、一生カップ麺の調味料抜きという呪いを受けてもいい。人影の極辛ラーメンから調味料を抜くことは、兵士から武器と証拠、そして故郷を取り上げることと同義です。想像するだけでも恐ろしい。パエトーン、貴殿の誠意はしっかりと伝わりました。おい待て、ニッチな例えをするな。俺にはちっとも伝わってないぞ。そうだな、ちょうど腕試しに使える任務がある。防衛軍が次に活動する予定のホローに軍用盗聴器と発信機を仕掛けてこい。口では何とでも言える。もし本当にパエトーンだというのなら、実力で証明してみせろ。盗聴機能付き発信機を仕掛ける必要があるわ。目標ポイントは全部で3箇所よ。どうやって仕掛けるかはあなたに任せるわ。データを読み取り中。伝説のプロ騎士ともあろうものが、よもやよもや貧血などということはないだろうな。モグラさん、ドアの情報を解析しました。隠しルートを見つけたの。なかなかやるわね、プロ。キャロットのデータを読み取り中。
モグラワズヒア。マスターモグラさん。ヒント、ここは第15番。しますよ。火力準備。逃がさないわ。貧弱め。マスター、無事目標ポイント1番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。フェアリーが演算中。なあプロ騎士、お前本当はパエトーンなんかじゃないんだろう。なんで黙り込む。ここは何か言うとこだろ。普通あるだろう、反論とか。こう、任務はパーフェクトに達成した、これが孫うことなきパエトーンの実力だとか、なんとか心強い言葉で依頼人の不安を取り除くもんだ。伝説のプロ騎士パエトーンともあろうものなら、そのくらいのサービスは標準装備じゃないのか。サイコセラピーのサービスをご所望なら別料金だよ、モグラさん。なんだ、何か言いたいことでも。貴殿は今私の心をひどく傷つけました。苦労の末やっとパエトーンに出向いていただけたというのに、貴殿は非礼な態度を貫き、
猜疑心を隠そうともせず、何度も探りを入れて数々の無礼を働く始末。伝説のプロ騎士に対する敬意を微塵も感じられません。これを言うのははばかられますが、パエトーンの協力を仰ぐために私は想像を絶する代償を払いました。それゆえに今回の活動が功を奏するのを誰よりも切に望んでいるのです。パエトーン、そうですね。確かに印象には残った。 0.5 回の片手腕立て伏せとか。なんと軍人さん。そうか、そうだな。パエトーンともあろう者が俺ごとき日陰者にそうやすやすと手を差し伸べるはずないと思っていたが、よもや軍人さんがそこまで身を削ってくれていたおかげだったとは。俺がこんな調子では軍人さんの献身を無下にしてしまう。結果のためならどんな代償も厭わない。それが軍人という生き物です。それなら早速次のビーコンの設置へ向かってくれ、プロ騎士。いや、プロ騎士様。あのモグラさんって人、まだちょっと警戒はしてるみたいだけど、一応私たちを信じてくれたのかな。11号のおかげでなんとかごまかせたね。引き続き頑張ってお兄ちゃん。相手は裏切りを常とする者、油断は禁物よ。マスター、無事目標ポイント2番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。11号様が装置を受け取りました。11号様が装置を返却しました。いいから何も言わないで早く設置するの。フェアリーが演算中。完了ね。次のポイントに向かいましょう。マスター、無事目標ポイント3番に到達しました。盗聴機能付き発信機を仕掛けてください。前回の経験に基づき、あらかじめ11号に何かしらのプランがあるか確認しておくことを推奨します。お、11号様はゴーグルを拭いています。フェアリーが演算中。もう仕事を終えた？だと？その実力、身のこなし、確かに偽物とは思えない。ああ、今すぐ画面の向こう側に行ってパエトーンが足をつけた大地の全方位に向けて敬礼をしたい。落ち着け落ち着け、ことは重大なのだ。この程度でほだされていてはいけないな。それに気のせいか、どことなく不自然な匂いがするのも事実。くん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 。ちなみに通信はまだ続いているよ。キュイ、変な音が聞こえたような。通信設備の故障。まあそういうことにしておこう。依頼人が時折そういう不信感を抱くのも理解できることだ。はえ、プロキシー、お前は分かってくれるのか、この俺の気持ちを。好奇心は当然さ。なんせこのパエトーンは。パエトーンは
いわば歩く伝説、ホローの全てを熟知していると言っても過言ではありません。新エリートにおいては小学生でさえその偉大さを知っています。全てをだと？それはまた随分大きく出たな。ホロー調査協会だってそこまでは豪語しないだろうに。モグラさん、そういえば、え？僕たちとリアルタイムで通信できるってことは、君もこのホローにいるんだろ？なんだ、その程度のこと、常識の範疇じゃないか。信じるかは君次第だけど、パエトーンとしての経験でわかる。ここは時期活性化するだろう。エーテリアスの活動もより活発になる。そんなバカな、調査協会の方はまだ活性化警報の彼女もないんだぞ。モグラさんは知らないだろうけど、フェアリーの速さは協会なんて余裕でしのいでるんだから。本当に警報が来たぞ、アンビリーバボー。経験値のみで調査協会を凌駕してみせるとは、やはり伝説と呼ばれるだけのことはあったわけだ。前方からエーテリアスの気配を察知、戦闘準備。そっちも油断しないように、モグラさん。この俺を心配してくれているのか？顔がほてってきたぞ。ホローが煮えたぎってしまいそうだ。よし、エーテリアスどもの殲滅をもって、この小さな冒険の幕を華麗に引こうじゃないか。通話はこちらから切らせてもらおう。お邪魔になるといけないからな。ああ、どんな称賛の言葉ならそのご高名に劣らないのか。いやいや、積もる話はひとまず戦闘の後だ。次が今日の最後の試練。ご注意を。ラジオ支援いたします。見てなさい。かしこまりました。失せなさい。光栄に思いなさい。仰せのままに。さっぱり遊んであげる。とどめよ。全て解決しました、モグラさん。グレイト、エクセレント、ブリリアント。プロキシとエージェント、お互いが完璧に調和した至高のデュエットだった。パエトーンにとってはこれでも3割ほどの力だそうです。これで僕のことを信じてもらえたかい？夢じゃないよな。俺は本当にパエトーンと手を組めるのか。ようやく悟ったよ。俺の今までの人生は日々虚しく闇の中を掘り進むだけだった。そして今日、そこにようやく一筋の光が差し込んだ。ああ、なんて眩しいんだ。落ち着いてください、モグラさん。確証を得た今、そろそろ本来の仕事に取り掛かるべきでは。ああ、
こちらとしてもなるべく早くことを進めたい。進展があればすぐに連絡する。はい、早急にお願いします。軍人さんの老後の夢は俺に任せてくれ。パエトンの報酬も上と交渉する。どちらも最善を尽くそうじゃないか。ところでパエトン、任務は無事終わったわけだし、ちょっとした質問をさせていただいてもいいだろうか。まず周期的強制フォローを利用して某トップス企業の金庫に見事潜り込んだという噂は本当なのか。それと旧研究所の跡地で繰り広げたあの完璧な、天気漏らすべからずと言うだろ。教えてあげられることは何もない。そうか。ではまたお会いできるのを楽しみにしている。とその前に一つだけささやかなお願いが。次回はそのサインなんかをいただけないだろうか。あるいはこのモグラ目に目覚ましボイス的なものを。切ってしまったか。容赦ないね。やかましかったわね。警戒を解いた途端あんなに饒舌になるとは思わなかったわ。とにかく今はフォローから出るのが先よ。無事に脱出できた。何度かヒヤッとする瞬間があったね。思いのほか順調だったわね。信用を得るためにあらかじめ用意していたセリフの半分も使わなかった。例えばパエトーンはいかなる検知もかいくぐる、たとえそれが自動ドアや蛇口のセンサーでも。リハーサルの時それは不採用って言った気がするけど。羊飼いがあなたを推薦してきた時は半信半疑だったけれど、実力は確かなようね。よくやったわプロ騎士。スパイに次の動きがあればまた連絡する。
こんばんはプロ騎士。35秒の遅刻よ。 17.5 回の片手腕立て伏せは一旦保留するとして、今回は状況が変わったことを知らせに来た。状況が変わったとは？野倉さんから新たな条件が提示されたの。私は彼と反乱軍の支援なしに一人で任務を遂行することになる。伝説のプロ騎士を引き合いに出したのがアダになった。パエトーンがいるのなら、わざわざ彼の勢力を動員するリスクを冒す必要はないということみたいね。ちょっと待って、それでうまくいけばまだいいけど、万が一失敗しちゃったら？おっしゃる通りです。ひとたび捕まってしまえば、裏切り者のそしりを受けるのは11号の方です。マスター、依頼人には予測可能なリスクを見積もっておくことを推奨すべきです。確かに、もう一度よく考えた方がいい。私はその条件を飲むことにした。なんだって？これは熟慮を重ねた結果よ。反乱軍内部は未だに私を警戒している。ここで退いてあえて疑われる材料を増やす必要はないわ。それに、人間の犯す罪の中で裏切りだけは決して許されてはならないの。裏切り者を見つけ出し、正義を守るためなら私は進んでリスクを冒す。ここからは手を汚すことになるよ。ええ、覚悟はできている。あなた様のために。何かよ、私は高くつくわよ。11号によると、防衛軍内部においてこの武器の試験情報は極秘扱いとなっています。モグラさんの階級では本来知り得ない情報です。新エリート最強の人工知能のマスターでもない彼がそれを知っているのはなぜでしょうか？自立補助ユニット瞬速ローバーよ。全く面倒ね。本体ユニットはドローンを飛ばすが、優先的に攻撃を。失せなさい。火力準備。汚れを排除します。これはメインゲートの非常ボタンよ。ここを押せば。壊れているわ。プラン B で行きましょう。
さあ私についてきて。任務に専念しましょう。エーテリアスは避けるべき。ここよ、急いで。止まって。目的地に到達した。スパイが要求した武装の資料はここにある。何も見えないのは僕だけかな。ええ、それでいいわ。反乱軍が欲している武装の資料というのは、防衛軍が極秘にしている実験兵器にまつわるデータよ。兵器の本体は事故による破損が原因でこのホローに取り残されている。たとえ破損した機体でも最高機密であることに変わりはない。あなたのような部外者に見られた場合、機密漏洩対策として24時間365日こちらの監視下に置かないといけない。僕が君の協力者だとしてもかい？あなたは私の協力者だから極力見せたくないの。機密と距離を置くことはあなた自身を守ることにつながるわ。あとは私が遂行する。しばらくここで待っていて。それと来た道とは別でここからホローを脱出するルートを検索しておいてくれると助かるわ。ここまで慎重になるなんて、あのモグラさん、よっぽどすごいものをご指名したみたいだね。でもなんで11号は他の脱出ルートが欲しいんだろう。来た道を戻った方が早いのに。予備の脱出ルートを検索中。該当フォローエリア内に侵食を受けた知能機械が大量に存在するため、無効なデータの比率が標準値を上回っています。よって精密測定に通常より多くの時間を所要します。あ、戻ってきた。バックグラウンドで処理して、フェアリー。伏せて、耳を塞ぐのよ。わかった。3、2、1。反応が早いわね。指示に従うことができる兵士は戦場でも生きながらえるわ。実験兵器は侵食されていたけど、まだ制御を失うほどではなかったわ。だから私が機密データを取得したのを検知して、自ら鹵獲対策機能をアクティベート、自爆した。彼は忠実に責務を全うしたというわけ。防衛軍の武装として恥じるところのない優秀な兵士だったわ。兵士の遺言にしては少々派手だったね。敵に気づかれたかもしれない。気がかりなのは敵だけじゃないわ。私が所属する部隊は実験兵器の後始末を任されている。もし隊員の誰かが爆発の音を聞きつけて引き返す私たちと遭遇してしまったら、私の忠誠を疑われる事態にも発展しかねない。理解できないかもしれないけど、軍人にとっては忠誠が全てなの。これがあなたに他の脱出ルートをお願いした理由よ。このような場面を知り合いに目撃されるのは極力避けておきたいわ。それで他のルートは見つかった？否定。精密測定の進捗 61.35%。
言い換えれば全体のおよそ6割程度であればガイドが可能です。見当はついている。よかった。では出発しましょう。来た時の道はもう安全とは言えないわ。他のエリアにある出口を探して。プロキシ、私の記憶が正しければここへ行ってみましょう。警告、高エネルギーのエーテリアス信号。マスター、そのようにされますと敵に発見されてしまい、あーれえ、反撃する。貧弱ね。よっよっタン。危険に立ち向かうも敵は無限に湧いてくる。時間の無駄よ。警告、こマスター、そのようにされますと敵に。準備。そんなに痛くとどめよ。プロキシ、放っておくべき。注意、該当位置から作動中の軍用通信ビーコンを検知。防衛軍が残したものと思われます。防衛軍通信ネットワークのデータを用いて精密測定の効率を向上し、ホロー脱出ルートをより早く見つけることが可能。提案、あらゆる手段を使って該当位置に到達することを推奨。
これは防衛軍の通信ビーコン。その通り、これを使ってみたいんだ。何をするつもり？つまりホローからの脱出ルートを検索する際の補助として、防衛軍の通信ビーコンを利用すると。構わない、本当に有効なら使うといいわ。本当にいいのかい？通信ネットワークのデータは機密性の高いものよ。防衛軍はそれらを頻繁に削除、更新している。この通信ビーコンの中身もずっと以前に無効になったデータのはずだわ。本物のパエトーンなら解析して何らかの機密への足がかりにしてしまうかもしれないけど、あくまで本物の話だからその心配はない。気を落とさないで。それらを利用してルートを検索できるだけでも私の予想を上回っているわ。なんだか複雑な気持ち。私たちを慰めてくれてたのかも。甘く見られた気もするけど。フェアリーへの挑発と認識、受けて立ちます。防衛軍総司令のスマートフォンのパスワードをも解読してみせましょう。こら、張り合わないの。余計なことしないで早く脱出ルートを測定しなさい。通信ネットワークのデータを照合中。余剰データを排除。有用な情報を抽出。フォローの新しい出口を特定しました。余剰データを排除。フォローの新しい出口を特定しました。奇襲を仕掛けるにあたり助走をつけるのは必須なのでし、そのようにされますと。いたします。邪魔しないで。よほど死を恐れていないのね、黒騎士。放っておくべき。偽物ですらこの実力なら。警告。お見事です。次回のだるまさんが転ぶ。
ノーアル鷹は爪を隠すね。悪くないわ。前方に自立補助ユニット重装ストライカー、エーテルシールドは生半可な攻撃なら弾いてしまう。背面から叩いて灼熱よっ。光栄に思いなさい。火力支援どうやら私の正体は隠し通せたみたい。あなたのおかげね、ブラッドレッドメロディーズ。また変なあだ名が増えちゃったよ。そろそろ名刺に入りきらないかな。手を汚してしまったわけだけど気分は？人は手の汚れる仕事をするとき手袋をつけるでしょ。いわば私は防衛軍にとっての手袋に過ぎない。それが汚れたところで大したことではないわ。あまりほじくり返すつもりではないけれど、君の気持ちはどうなる？裏切りは吐き気を催すほどの邪悪だけど、この状況においてはその苦難を忍ぶこと自体が何より忠誠の証になる。どんなに汚れをかぶったとしても私は本物の裏切りには染まらない。これがあなたの聞きたかったことかはわからないけど、今夜行動を開始する。あのスパイが反乱軍のリーダーとの面会をセッティングしてくれたわ。あなたは私をホロー内の指定位置までガイドするだけでいい。軍はそこを包囲するんだろうか。
民間人が心配する必要はないわ。防衛軍は秘密裏に精鋭部隊を派遣した。反乱軍に逃げ道なんてない。では始めましょう。それと見直したわ。何を見直したって？今夜は遅刻しなかった。今笑ったかい？そんなに驚くことでもないでしょ。私を喜ばせることはたくさんあるわ。戦績、昇進、裏切り者の血、激辛ラーメン、それと肩を並べて戦い続けられる戦友。これからもよろしく、クリムゾンワイズハーミット。ただし嘘や言い逃れで私の信頼を裏切らないこと。あなたをこの手にかけることはしたくないわ。何なりとご用命を。ジャトヤにかかれば万事解決、稼ぎ時だわ。裏切り者との面会場所はこの先よ。警告、未知の脅威を探知。状況は正常ではないようね。プロ騎士、気をつけて。モグラさん、ファエトーンのガイドのもとお約束の場所に着きました。しかしキデンらのリーダーの姿はありません。それに尋常ではない兵士の数。これは一体？すまんな軍人さん、別に何か面白くて笑ったわけじゃないんだ。どうにもこの怒りを言葉にできなくてね。よくも俺を騙してくれたな。貴様は俺がパエトーンに抱く敬意を利用し、この純粋な心を踏みにじった。落ち着いてくださいモグラさん。何をおっしゃっているのですか？シラを切るな。貴様らの魂胆は最初から見抜いていた。クリムゾンアイズハーミットという名に聞き覚えがあるはずだ。いや、全くない。ほう、それはあの卑怯な羊飼いの情報網がとっくに同業者の手に落ちていると知っての言葉か？まあ情報屋同士のいざこざに興味はない。貴様らはこれだけ知っていればいい。ここが貴様らの墓場となることをな。網なくして淵に臨むべからず。地の底に身を潜める生き物に軍人の在り方はわからないでしょうね。何？先手を打ったつもりでしょうけど、行動を起こしているのはあなたたちだけではないわ。防衛軍の精鋭部隊がすでにこちらへ向かっている。直ちに武器を捨てて防衛軍に降伏せよ。さもないと防衛軍の栄光のため犠牲になってもらう。トリガー、現在地を報告せよ。ノイズが
なかなかためになるお言葉だったが、無駄なあがきだ、軍人さん。いや、ペテン師どもめ、このジャミングのパターンに覚えがあるだろう。何せこれは貴様ら防衛軍の設備だからな。そうだ、あの時貴様が自ら仕掛けた盗聴機能付き発信機だぞ。貴様は装置から発信された情報を記録すべくわざわざ小細工をしていたな。俺があらかじめ内部の構造をいじっていたとはつゆ知らず。今このホロー内で通信が可能なのは特殊な周波数変調方式を用いている我が反乱軍のみ。貴様の大事な戦友たちは今頃頭のないハエのごとく路頭に迷っているだろうな。もっともそう長くは待たせないさ。貴様の血が乾く前にこちらから迎えに行ってやる。裏切り者め、妄想も甚だしい。ここは私に任せて、彼らを足止めして時間を稼ぐ。偽りであることは百も承知だけど、パエトン、戦友を、私たちを助けて。私が足止めする。あなたは逃げて。撤退ルートを大至急計算中。逃がすか、あのボンプを捕まえろ。私たちを見くびったら痛い目に遭うよ。撤退ルートを大至急計算中。敵軍による追跡信号のロストを検知。依頼人が置かれている困難な状況を鑑み、一刻も早く彼女の所属する防衛軍小隊と連絡を取ることを推奨します。連絡に関しては心配ご無用です。あなた様の全能なる助手はすでに近くの防衛軍連絡所の位置を特定しました。そこへたどり着けばいかようにも対策を練れるでしょう。この団体射出装置使えるかも。キャロットのデータを読み取り中。暗号化されたファイルを逆コンパイル中。11号個人の電話番号を発見。万一のために保存しておきます。ダメみたい。確かに連絡所からは全ての秘匿回線にアクセスできるけど、今は通信ネットが妨害信号だらけで信号を受信できない。提案、防衛軍の通信プロトコルを切り新しい通信ネットを立ち上げることを推奨。直近2回の依頼を経て断片的な防衛軍の通信データが履歴に残っています。それを取得し一時的なコネクションの構築を試みます。あんたの画面にある履歴の削除ボタン機能してないと思ってたんだ。まあおかげで助かったから今回は見逃してあげる。
急ごう。頼んだよ。軍用通信ネットワークバリアスプランバージョンをアップロードしました。緊迫した状況下につき、本来あるべきお褒めの言葉は割愛いただいて問題ありま。あ、成功したみたい。外部からの信号とつながったよ。あなたの姿を視認しました。どちら様から？警戒する必要はありません。私は11号の戦友です。あなたのおかげで通信が回復しました。ご協力に感謝いたします。11号とあなたの協力状況についても把握しております。こちらで攻撃体制を整えておきますので、あなたは11号の支援に戻ってください。11号のところに戻るには来た道を戻るのが一番だけど、反乱軍の追手がうじゃうじゃいるよね。私たちだけじゃとても。ご心配なく、微力ながら私が加勢いたします。今から来れるなら僕たちと一緒に来るかい？いいえ、先ほども申し上げた通り、こちらからあなたが視認できています。それだけで十分です。申し遅れました。コードネームトリガー、狙撃手です。援護いたしますので安心してお進みください。11号をよろしくお願いいたします。無事に戻れるよう私が援護いたします。全身を援護いたします。11号が戦った痕跡があるね。ますます心配になってきた。急ごう。ここは通さんぞ。そんな、道を塞がれちゃった。2つの制御盤を同時に押さないと。手伝ってくれるかい？もう封鎖を突破されただと？ターゲットロックオン。増援を呼ぶんだ。あいつらを足止めしろ。そうはさせません。私が足止めいたします。彼女を支援してください。
報告、我が班は壊滅、増援も頼む。軍隊を前に悪ふざけは通じない。くそ、誰が通信を直したんだ。偽物のパエトン。そう、わからない。ただの裏切り者。不正にはチャンスよ。追撃しましょう。あそこにいる裏切り者は目の前よ。ペテン師どもめ、もう追ってきたのか。なぜこんなにもしつこいんだ。これほどできるやつがパエトン以外にもいるのだとしたら、俺の信念が揺らいでしまうではないか。よいしょしてくれてありがとう。我が兄弟たちよ、あとは任せたぞ。いいか、真の正義のためにかかれ。そして来たる反攻のために兵力は温存する。主力部隊は今すぐ撤退。ここは我々にお任せを。あいつらを食い止めろ。廃山の兵に逃げ道なんてないわ。武装を捨てれば命は助けるわ。捕虜の扱いについてはあなたたちも熟知しているでしょう。モグラさんの居場所を吐けば、しかるべき優遇を受けられると約束する。向こうはああ言ってますよ、シロニー。相手はただ者じゃありません。今の火力では勝ち目など。順位などという肩書きはとうに捨てた。我らが大義の下では、皆対等に戦友なのだ。軍の悪行を暴くためには、ここで歩みを止めてはならん。真の正義は我らにあり。戦友たちよ、進め。本当に進むのですか。進むしかないだろう。銃があればまだ一筋でも活路を見出せる。だが還元に釣られて銃を捨ててみろ。その瞬間に死へとまっしぐらだぞ。というと。教えてやろう。先頭に立っている11号という女、あいつにはこんな話がある。いつからかは知らないが、あいつは裏切り者に並大抵ではない憎悪を抱いていて、あいつに捕まった裏切り者が取り調べ室を生きて出てきたことはないと言われているんだ。つまり死刑を食われていたと。そんな話今まで一度も聞いたことがないですよ。あいつの部下はよほどもみ消しがお上手なんだろう。
何はともあれあいつの手に落ちることだけはならん。その両手はすでに裏切り者の血によって赤黒く染まっているのだからな。効果はいまいちだな。いいわ。どうやら力ずくで従わせるしかないみたいね。聞いたことがあるぞ。我々のような裏切り者に決して容赦はしないともな。あいつの言う通りだ。私以外の兵は何も知らない。モグラさんと連絡を取っていたのは終始私一人だ。私のことは好きにすればいい。しかしあいつらには公正な裁判を受けさせてやってはくれないか。何か勘違いしているようね。私は兵士であって刑務官ではないわ。あなたを含めこの場にいる者は全員が軍法会議にかけられる。お前自ら手を下すんじゃないのか。あなたがどんな話を聞いたのかは知らないけれど、自分からモグラさんと連絡を取っていることを認めたわね。奴の居場所を吐けば全員量刑については侵蝕の余地があるでしょう。捕虜たちはなかなか頑固だった。だけど最終的にはモグラの逃げた方向を吐いたわ。ごめん、気が散っていた。あの人が言っていたことが少し気になってね。私が裏切り者に対し私的に制裁を加えていたという話。軍人はただ上の命令に服従するもの。その中には外部に公開できないような命令もあるわ。実際公に掲示されるのは食堂の夏季限定メニューくらいのものよ。私はただ兵士としての責務を全うするのみ。この忠誠に汚れなく純粋であることは求められていないから。これ以上この話題を掘り下げる必要はある。今優先すべきはモグラを追撃することよ。先導してプロ騎士。これより決戦に臨むわ。戦闘態勢を整えて。裏切りの罪を清算させてもらう。コードネームを地底に潜むド灰に貶め。
て俺が心を込めて作った罠を台無しにしたな。最後のは別にいいんじゃないか。黙れ。俺は貴様らを追い詰めるために逃げたのだ。いいな、逃げなどではない。これは陽動作戦だ。さあテューポーンチャレンジャーよ。その火力、装甲、機動力で目の前の敵を消し去れ。お使いいたします。邪魔しないで。私が蹴りを。とどめよ。支援いたします。さあ狩りの時間です。火力準備。逃がさないわ。反撃する。そんなバカな。ここまで嗅ぎつけた上に我が軍を破ってみせるなどと。こんなゲート本物のパエトーンとてできるまい。どうも、なんだか照れるな。お兄ちゃん気づいてる？11号たちは先に撤退したみたいだよ。捕虜を収容所に連れて行くんだって。つまり今ここにいるのは私たちだけってこと。この声、偽物のパエトーンの声じゃないぞ。貴様は誰だ？あんたの企みは大体うまくいったけど、致命的なミスが2つあったね。1つ、あんたはあの兵士の実力を甘く見てた。2つ、最初に言ったでしょ、正真正銘私たちは本物のパエトーンだって。なっ、やば、フォローがものすごいスピードで収縮してる。仕事は終わったし、崩壊する前に脱出しちゃおう。お兄ちゃん、助けてください。パエトーン様、あなたの忠実なモグラ、いや犬になりますから、どうかお助け。声が聞こえなくなった。終わったみたいだ。先に撤収してしまって悪かったわ。フォローに長くとどまることのできなかった捕虜が数名いたの。隊員たちは？先に帰還するように伝えておいたわ。また機会があればあなたたちを正式に引き合わせるつもりよ。クリムゾンワイズハーミット、プロ騎士としての手腕はもちろん、その迫真の演技や臨機応変さにも深く感銘を受けたわ。それは僕の本当の名前じゃない。僕こそがパエトーンなんだ。よっぽどパエトーンの役が気に入ったのね。でももうお芝居を続ける必要はないわ。大丈夫、あなたならきっといつかパエトーンに匹敵する名声を得られる。では私もそろそろ帰還しないと。戻りがてらラーメンを食べていくのもいいかもしれないわね。この辺りに美味しい激辛ラーメンの店があると聞いたの。もし評判通りの味なら、今後もこの近くで私を見かけることになるかもしれないわね。クリムゾンチリペッパー、ぜひこれからはパエトーンと呼んでほしいな。なるほど、まずはそう思い込むことから始めるのね。分かった気がするわ。さようならパエトーン。お互いに今晩は美味しいラーメンが食べられるといいわね。